はい、今日は広島です。初めて、広島市にやってきました。どんな酒場があるのでしょう。ここでちょっとね、遠方からのお友達と、合流しまして、タクシーでとりあえずわからないので、お好み村に行ってきました。これちょっとお昼前でしたかね、着いたのが、ちょっと、朝ごはん食べないで広島まで来たので、こちらで、みんなで腹ごしらえです。八翔さん、まずは久しぶりに友達と生中で乾杯です。今回焼いてるところの撮影 OK をいただけたので、焼き上がるまで、ご一緒にお楽しみください。キャベツたっぷりで美味しそうです。1日何枚ぐらい焼かれるんでしょうね。もう飲みながらね、こうやって焼いてるところを待ってるのたまんないですね。いや、美味しそうです。まるでお預けを食らった、ワンちゃんのように、私たちみんなね、焼きながらもじーっと、待っております。朝からね、この湯すきっぱらでしたからね。いやー、これは美味しそうだ。このキャベツたっぷりがね、いいですよね。こちらね、本当はヘラで食べたいところだったんですけど、ね、私たちみんな慣れてないので、鉄板の上でね、あのヘラで、あの食べるのが遅いと焦げてきちゃうといけないので、切っていただきました。いよいよ出来上がりましたね。こちらが、友達のデラックス。はい、でこれが私が、注文した牡蠣スペシャルです。いや、2杯目のチューハイレモンをいただきながら、みんなね、もうペロッと完食しました。はい、食後の、散歩がてら、やはりこちらを、見ておかねばなりません。原爆ドームですね。戦争は絶対にダメです。いい天気です。さて、お次は、はい、こちら、広島駅の駅ビル内の、
トラという串カツ屋さんですね。メニューはこんな感じ。みんなやっぱりねお手頃ですね、やっぱりこれは串カツをね少し食べておきたいですね。日帰りのボードメニューもあります。まずは生ビールね、だいぶ歩いたので、やっぱり喉が渇きます。牡蠣とアスパラをオーダーしてみました。でこちらね奥にも、席がありまして、そちらはあの椅子席もあります。美味しいこれ、普通にね、これも美味しい。いやこれはねサクサクでとても美味しかったですね。目の前にちょっとねおでんもありました。こちらもちょっと頼んでみようかな。うわー大きいんですよこれ、タケノコと大根、しかも安い。お酒もいただきます。こちらはね、山口県のお酒です。中島屋。中島屋。ああ、すみません。大根も柔らかくて、ね、進みました。ここにいらっしゃるの聞いて。こっちの出汁は。でこちら、店員さんに、聞いて頼んでみました。ガンスですね、あ、美味しい。これはね結構いいですね。でこちらもちょっと気になったのでオーダーしてみました。イチジクチーズバターですね。レモンが、ちょっとね厚切りで添えてあって、これが結構嬉しいですね。めちゃめちゃうまいよこれ、これはね止まらない一品でしたね。ちょっとね甘めなので、女性の方に受けそうな、おつまみでしたね。ウイスキーハイボールとかにも合いそうですね。あの一応あのお友達とあのシェアして、食べてるので、あの一人で全部ね食べてるわけではありません。いやそれにしてもまあ結構食べました。美味しかった。はい、夜になりました。袋町まで、出てきました。45ビスアワさんですね。実はこの前にもう一軒間に行ってまして、もう結構出来上がってました。もうヘベレケです。ホッピーセット黒で軽めにねしておきました。みんなで食べる。こちらね焼き物が美味しいようなので、ちょっとね軽く何かね串物を頼んでみましょうか。こちらね45ビスアワさんはすごいおしゃれな感じで、中側は、テーブル席があります。
はい、踊っております。これ来ました。ささみの、ブルーチーズですね。これはねワインにいいでしょうね。これホッピーでも美味しかったですけど、あーこれはね美味しかった。熱々、うん、これは美味しい。広島ね、あちこち歩いてるとレモン関連のものが結構ね、いろいろ売ってて、まあいろいろね、レモンの話題、レモンに関した話題ね。あるね。レモン食品だったんだ。レモンの方とか。レモン食品じゃない。あったよね。レモンの。安い。あ、オレンジ。オレンジ。ミューズみたいな。あ、そうです。で、蛇口のところに縛ってあるの。で、あれでこう、あれ考えた人すごいよね。あれ誰が考えたの？いやー美味しそうな、香ばしそうな匂い。広島はね、ほんと何でも美味しくて、どこに行ってもね、お店の方も優しい方たちばかりでした。また飲みに行きたいな、この辺りも。いいね、飲み屋さんいっぱいあるんですよね。そうだ、あの広島城から乗った福本タクシーさん、ありがとうございました。上陸した際またよろしくお願いいたします。行ったお店の詳細は、概要欄にも貼っておきますので、ぜひご覧ください。いやーどこも美味しかった。いやー本気で酔っ払ったな、もうね、最高です。広島ごちそうさまでした。いつもご乗船ありがとうございます。いやね、こうイルミネーションもやってましたよ、なんかね。ぜひね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。風邪ひかないようにね。